ここまでのアラン・ウェイク。妻のアリスが誘拐された。アラン、どうか助けて。アリス、女房に会いたきゃ俺の指示に従え。エージェントのバリー以外には話せない。アリスはどうなる。けどな、親友としてお前が心配なんだ。身代金は俺が書いたというホラー小説、書かれたことが現実になる原稿だ。通りのことが手元にはまだ数ページしかなく、原稿を全部よこせ。締め切りは2日後に迫っていた。原稿を見つけたわ。いい子ね。一体何だってローズが原稿を持ってるんだ。さあね、使える子じゃないか。もっと優しくしろよな。それよりいろいろ面白いことが分かってきたぜ。はい。ウェイクさん、保安官のブレーカーですが、 FBI のナイチンゲール捜査官が見えてます。 FBI？ ええ、ぜひお話を伺いたいそうです。わかりました、すぐ行きます。さっさと済ませよう。何でしょう。ここの管理をしてるランドルフですが。ローズを探してるんです。ダイナーのウェイトレスの。ローズね。ええ、いい子ですよ。で、あんたは。アラン・ウェイクです。ああ、作家の。ラジオで聞きましたよ。じゃあ、ご案内しましょう。ローズはいい子ですよ。家賃の滞納もないしね。だからな、アラン、地元の古い新聞で妙な記事がごっそり見つかったんだ。この町はおかしいぜ。失踪やら変死体やらオカルト話が現実になったとか。しかもだ、そのほとんどがあの湖周辺で起きているんだぜ。確かにね、昔あそこは黄泉の国への入り口って呼ばれてたらしい。まあ、くだらん迷信ですがね。ああ、とにかくあの湖には以前島があった。持ち主はトーマス・ゼインってやつで、記事によると有名な作家だったらしい。ところがいくら調べてもそいつの著作は一冊も見つからないんだ。ダイビングマニアのやつにちなんで、その島もダイバー島って呼ばれてた。ところが1970年に湖底火山が噴火して、全員も島も沈んじまったんだ。